スノーマン CM 降板と IMP の新 CM 起用から感じる違和感の正体、滝沢秀明のジャニーズ事務所の密接な関係、イメージ払拭できる。こんにちは、スコープ芸能です。ジャニーズ事務所のジャニー喜多川元社長による性加害問題を認めた同所のタレントとの契約を見直す企業が相次いでいます。そんな中、ジャニーズ出身の滝沢秀明さんが設立し、やめジャニが多く所属している新事務所 TOBE の IMP が出演する新 CM が9月14日に決定し、ジャニーズ事務所との対応の違いに怒りの声が多数上がっています。今回はこの問題について取り上げてみました。ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川氏の加害問題をめぐり、大手企業の間で所属タレントの広告への起用を見直す動きが広がっています。9月13日には他企業がジャニーズと距離を置く中、モスバーガーでの新 CM で起用を続ける方針を発表していたモスフードも一転して継続しない判断に変更となりました。モスバーガーはスノーマンの渡辺翔太さんとラウールさんが出演する新 CM を11日に発表したばかりでした。タレントに罪はないという理由で継続起用に感謝するファンも多かったですが、同時に創業者の加害を見て見ぬふりをしていたジャニーズ事務所を擁護するような形にもなるため、不買しますというバッシングの声も非常に多く上がりました。このこともあり、結局モスフードは13日に現在展開中のジャニーズ事務所所属タレントを起用したテレビ、CM や店頭広告などについてもできる限り速やかに変更しますと発表したのです。さらに同事務所との契約を継続しないと同日発表したモスバーガーの店舗で同日新発売された月見フォカッチャを PR するジャニーズの人気グループスノーマンのラウールさんと渡辺翔太さんの顔に不適切な掲示がされていると、ネット上は炎上状態になりました。なんと飲食の案内をするシールを貼って顔をわからなくして掲示していたのです。これにファンが激怒し、モス側が謝罪文を公表するに至りました。この騒動の直後から X、旧 Twitter でトレンドに上がったのが、スノーマンはスノタンが守るというハッシュタグでした。ファンが一丸となって同じハッシュタグを添え、タレントは被害者、9人の笑顔はスノタンが守るなどとグループを鼓舞する声が散見されました。また同様の動きは15日にも行われています。同日早朝、スポーツ紙がジャニーズの人気グループゾーン中島健人さんのテレビ番組出演がキャンセルされたと報じると、 X では中島健人さんのここが好きというハッシュタグがトレンドになりました。ファンが中島さんの長所を連ねたり、畳んだけどという前置きしての書き込みも見られ、動きは特定のファン以外にも広がっているようです。一方でこういった動きに嫌悪感を示すジャニーズファンもいます。ハッシュタグを使ってトレンド入りさせるこれらの行為はタグゲーと呼ばれるのですが、タグゲーは違う、こういう時に使うもんじゃないという指摘も見られ、賛否が渦巻いています。スノーマンや中島健人さんに限らず、ジャニーズタレントを起用している多くの企業が契約を更新しない、今後は使わないといった趣旨の声明が連日のように発表されている状態な今日、事務所存続の危機といっても過言ではない状況ですが、その裏側ではあのエンターテインメント会社がついに動き出しました。9月14日、靴販売の大手企業 ABC マートが広告キャンペーンに7人組グループ IMP を起用したことが正式に発表しました。 IMP はとしてジャニーズ事務所に所属していたのが、今年5月25日に全員で事務所から退所し、7月14日に滝沢秀明氏が立ち上げた芸能事務所 TOBE に合流した、いわゆるやめジャニです。 TOBE は IMP に限らず、元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さん、元 V6 の三宅健さんなど、事実上のやめジャニの合流拠点と化している会社です。ジャニー氏の加害問題で各企業がジャニーズタレントの広告起用を打ち切る状況に合わせたかのような IMP の初 CM の発表に、朝から旦那にでさえ
ジャニーズはどんどん CM 降板させられとんのに、 2B に引き抜かれた人たちは仕事決まっていくのはありなんって聞かれたタイミングでモスの CM 流れて、モスも降板なんやってなって言われた。悲しい。滝沢は糾弾されず、 2B の IMP は ABC マートの新 CM って、本当に滝沢が関係ないと思ってんの？ここまでジャニーズタレントの起用中止するなら 2B もあかんでしょうよ。こんなに話も聞かれず責められず活動できるなんて、首謀者側である可能性も感じちゃうよ。 2B なら CM 出演 OK なの、本当に意味わからないんだけど。ほぼジャニーズ2号店じゃん。トップはモシュですけど、ジャニーさんを支えたいって表舞台引退した人ですけど、辞めたらこんなにも無関係になるの？ 2B がスルーでこっちのタレントが理不尽に批判されるの納得いかない。メディアって人権って何？と SNS では滝沢氏とジャニー氏の関係の深さなどを理由に批判の声も多く寄せられています。まずジャニーズ事務所が現在も批判され続けている大きな理由は、加害者の名を冠したジャニーズ事務所の名前を変更することに消極的な上、同族経営が批判されていたのに、ジャニー氏の名である藤島ジュリー景子氏が社長退任後も代表取締役として株も 100% 保有したまま事務所に席を残し続けていることが一つあります。そしてもう一つは、新社長が創業者であるジャニー氏とメリー北川こと藤島メリー安子氏の師弟と距離が極めて近く、そして当人にも過去のパワハラ疑惑が浮上している東山則之さんであることです。一つ目は 2B とは関係ありませんが、二つ目に関しては滝沢氏とジャニー氏の関係は東山さんと同じく近かったことから、世間からは厳しい批判の声が上がっています。東山さんはジャニーズが小さな事務所だった時代から在籍している長男であり、9月14日発売の週刊文春では東山さんが過去にジャニー氏の加害を見て見ぬふりをしていた疑惑が報じられています。そんなほぼ創業家の東山さんが社長に就任したことから、事務所が本気で変わろうとしていないのではないか、そんな空気が流れてしまっているのです。東山さんと創業家が近い関係にあった一方で、滝沢氏も生前のジャニー氏に直々に後継者と指名されていたり、ジャニー氏のお別れ会では霊柩車の助手席に座り遺影を持ったりと、東山さんと同じく非常に近い関係にありました。 2B についてもオーディションの風景などはジャニーズに似た感じで、一部ではジャニー氏が目指したエンタメをやるために 2B を立ち上げたとも言われています。それだけに東山さんと同じくほぼ創業家と言われても仕方ない立場にあると考えられ、ジャニー氏の件でコメントを求められても仕方ないように思われますね。しかし滝沢氏はジャニー氏の加害について報道当時から現在まで完全に沈黙を貫き通しています。そんな滝沢氏は過去に喧嘩した後輩同士を仲直りさせるためにその場でキスをさせるというエピソードトークを2016年7月ので語っていたこともあります。タレント同士でキスをするのは嫌だったとしても、後輩からしたら圧倒的先輩である滝沢さんに言われたら従わざるを得ません。当時はそのあたりへの意識も低かったという事情もあるのでしょうが、今だったらパワハラにも該当しそうな話です。ジャニー氏の件について下手に言及すると、東山さんのようにこういった過去の話を掘り返される可能性もあります。そうした警戒心も相当あると考えられます。滝沢氏はジャニーズ事務所の元副社長であり、未成年者も多いジャニーズジュニアの面倒を見るジャニーズアイランドの元社長でもありました。そこも含めて説明責任を問われても仕方ないところな気がしますが、滝沢氏は昨年10月に退所してから現在までジャニー氏について貝のように沈黙していると思われます。それだけにジャニーズだけに逆風が吹き、 2B に追い風が吹いている状況には批判が出ても仕方ないですよね。 2B のタレントが今後活躍していくためにも、沈黙を貫き続ける滝沢氏の貝戦略は
悪手になりつつあるのかもしれません。世間の批判がこれ以上強くなれば、滝沢氏も何らかのコメントを出さざるを得なくなるのかもしれません。タッキーズ、ジェネリックジャニーズなどとも評されてしまっている 2B ほぼ創業家という見方も強い滝沢氏が口を開く日は訪れるのでしょうか。また 2B は9月17日に新たなメンバー紹介ということで生配信を行う予定です。そこでジャニーズの現状について語られることはあるのでしょうか。今後の動きに注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。